打ち鳴らせ今ゴングだ。さあ放送席、解説は山崎さんにお越しいただいております。一言両者を見ていただいて感想をお願いいたします。そうですね、両選手とも肌のツヤがいいですよね。いい練習をしてきたんじゃないですか。そうですか、組み合います。返してまいります。バックに回ります。ハンマーが襲ってまいります。蹴りをぶち込みます。浴びせ蹴り強烈、組みに行きます。ボディスラムです。ラフ殺法に転じます。ガードします。起こします。ロックアップ、逆に倒します。ストンピングを叩き込んでまいります。メキシカン式の締めを見せてまいります。行くのか、逆に投げてまいります。キックを打っていきます。ブロックします。こうやって1点を狙っていくのは効果的ですね。後々効いてきますよ。なるほど、徐々に毒が回っていくわけですね。この辺りどうでしょうか。まだ完全に入ってませんね。行くのか。こういう技を見てても受け身を取ってますよね。まあ普通の人が見ると痛そうに見えるかもしれないけど、レスラーは受け身の練習を嫌というほどやってますからね。そうですよね、本当にレスラーは日々の努力と言いますが練習をよくしますもんね。そうですね。鬼の形相で締め上げます。ロープに逃れました。エルボーを入れていきます。浴びせ蹴り、背後からキャメルクラッチに移行してまいります。ロープにブレイクしました。腕を回します。あっと逆に切り返した。返してまいります。封鎖式のバックブリーカー。ああ、この辺りねちっこい展開ですね。そうですね、こういった攻めっていうのは相手からしたら非常に嫌なものですからね。そうですよね。組み合います。ボディスラムで叩きつけます。粘着質よろしく。首をのじ固めに入ります。ロープブレイクです。掴みます。こういう技なんですが、次の日ミミズバレになるんですよね。そうですね、でもレスラーですから逃げることは許されませんからね。あっと返します。ストンピング、蹴りつけてまいります。抱えます。ストマックに突き刺さります。鋭いキックです。あっと浴びせ蹴りだ。腰を落とします。胴締めのスリーパーに入ります。ロープブレイク、組みに行きます。切り返します。ドロップキックを放ってまいります。バックを取ります。今すごい角度でしたね。ちょっと頭打ったんじゃないですかね。ニードロップ、顔面を蹴り上げます。アキレス腱固めに移行します。ロープに逃れました。ロックアップ、あと固めていった。ここで休みたくないですね。ここは仕掛けたいですね。行くのか、ツーベストパイルドライバー、どうか、カウンター2、返しました。首根っこを掴んだ。ニーリフト強烈、アッパー気味の想定、フィニッシュになるか、トゥーカウント、顔面蹴り上げる。こめかみになりましたよ。脳髄に響いたか。あと耐えた、引き起こす、コッポールード浴びせ蹴りか。
いった、やめろ。最初に組み合った、あと逆に返した。キャメルクラッチの体勢だ。ロープブレイク掴んだ、あっと逆に蹴っていった。キック強烈、決めに行くのか。ストンピング、ストンピング強烈、ガチッと組み合った、あっと返した。ギロチンドロップ強烈、あっとキック、抱き起こす、ジャンピングしての膝蹴り強烈。さあ首をかっ切った、立たせていく、スワンダイブのミサイルキック、バックに回った、おっと丸めていった。ここでロープブレイク、いけるか、逆に返した、起こした、腕を絡めて抑え込んだ、カウント2、小股に挟んだ、あっと裏返らな、もう精神力としか言いようがないですね。意識はないと思いますよ、完全に無意識で返してますよ。いけるか、ロープに飛ばした、サイドを取った、エルボーで返す、あと飛び膝蹴り、引き起こす、飛び膝蹴り、起こした、あと飛び膝、落ち込む、ロープブレイク、ロープブレイク、場外に降りる、リングに戻ります、引っこ抜きか、もう放送席まで痛みが伝わってまいります。これはきついはずですよ、抜くのか、助走つけて一気にライガーバーン、カウント 2.9、大変な死闘になりました。戦いの中に喜びを感じ、涙を拭いきれない、うっと返していった、立たせていく、浴びせ蹴り、奥歯を噛みしめた、助走をつけたか、ライガーバーン、カウント3が入りました。燃やせ燃やせ、怒りを燃やせ、走れ走れ走れ、怒りの炎